どうも、皆さん、こんにちは。チャクマツです。本日はですね、ジップエアがブラックフライデーセールを発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説プラスアルファでやっていきたいなと思います。ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、ブラックフライデーリミテッドセール成田ホロール15000円税抜きということで、ジップエアがですね、なんと羽 成田ホノルル路線ですね。15000円でブラックフライデーセールをですね、発表いたしました。いや、これはね、本当にすごいですね。で、書いてある通りですね、ジップイヤーっていうのは、ネイウサーチャージがね、かかんないんですよね。今ね、JAL マイルで JAL とかね、ANA マイルで ANA とかね、発見してしまうとですね、基本的にね、ネイウサーチャージかかってきてしまうわけなんですけども、 このね、ジップエアっていうのはネインサーチャージかからないっていった形になるんですよね。で、セールのね、内容なんですけども、まずね、今回ブラックフライデーセールということで、販売期間は2023年の11月の24日、12時から2023年11月30日、23時59分っていった形になります。この12時なんで、えー、11月の24日のお昼12時に販売開始ですかね。はい。で、登場期間が2023年の11月の24日から から2024年1月の29日ということで一応ね除外日設定されておりますので年末年始とかでさすがに無理だと思うんですけども11月の24日から2月の29日までですねこちらね1万5000円で、ね、片道利用することができるっていった形になるんですよねめちゃくちゃ安いですよねで今回のね対象路線は成田ホノルル便乗りっていう風になりますんで。 これどうなんですかねこの矢印の書き方だとホノルル成田は割引にならないんですかね これちょっとね、微妙なラインなんですけども、一応ね、対象路線はホノルル線って書いてあるんで、一応これ往復だと思うんだけど、違うのかなこれちょっとね、違かったら申し訳ないんですけども、一応ね、成田からホノルルのね、あの一つのね矢印だけになってるんで、もしかしたらですね、ホノルルから成田はちょっと高いのかもしれないですね。まあ一応ね、そんなことはさすがにしてこないと思うので、まあこちらね、往復で3万円、 税抜きでね、利用できるのではないかと私は踏んでるんですけども、まあ一応ね、あの、矢印はね、成田からホノルルだけになっておりますんで、この点はね、あの、セール見てからですね、えー、購入ね、していただければな、なんていうふうに思います。とはいえですね、成田、ホノルルね、1万5千円というふうになりますんで、非常に安いですよね。で、こちらね、年輸サーチャージはかかんないわけなんですけども、税抜きっていうふうになっておりますんで、こちらね、税金等々はね、この上に乗っかってくるって言ったちになります。 で、こちらね、成田ホノル路線ですね、15000万円で、まあセールね、11月の24日から開始になるわけなんですけども、前回のね、フィアのセールの時にね、この成田ホノル路線ね、15000万円っていうのがね、前回運賃出たんですよね。その時のね、内容はこういった形になっておりまして、一回りはね、ちょっとね、最安値見つけることがその時できなくて、まあ行きだけね、あの、最安値で 見つけることできたわけなんですけども、1万5千円の運賃の場合の行きの税金はね、9832円って言った形になりますので、こちらね、税金入れると2万4832円で利用することができるって言った形になります。で、帰りがですね、4724円、税金がかかってくるっていうふうになりますので、もしね、あの行きと同じようにですね、1万5千円で帰りもね、利用することができるのであればですね、帰りに関しては19724円で 利用することができるって言った感じになるんですよねこちらね 合計すると44,556円という風になりますので、ハワイのね、往復が45,000円以内に済んでしまうっていう風になりますので、めちゃくちゃ安いですよね。もしかしたらですね、このホノルルナリタはね、15,000に入ってないかもしれないんですけども、もしね、入っていればですね、45,000以内でね、利用することができるっていう風になりますので、非常にお得ですよね。で、またですね、このジップエアーのポイントっていうのは、 ジャルマイルからね、交換することができて、しかもね、交換レートが1万マイルでね、交換していただくと、レートが良くなるんですよね。1万マイル交換すると、1万5千ジップエアポイントっていう風になりますんで、今回ね、まあ、往復でね、試算させていただいて、4万5千ですよね。ですので、3万マイルね、 交換していただくと、4万5千ジップエアポイントになる計算になるんですよね。ですので、行き帰りね、この1万5千のね、運賃がもし設定されるのであればですね、往復ね、ジャルマイル3万マイルでね、往復することができるっていうふうになりますんで、そうなったらね、めちゃくちゃすごいですよね。超お得ですよね。一応ね、こういった形にね、 なるると思いいいますすすののでででや今回のキャンンペーめめちゃくちゃゃくお得ですよねぜひねねマイル貯めている方はです、ね、このね、ジップエアのポイントにね、交換していただいて、ぜひね、購入していただければな、なんていうふうに思います。このね、ジャルマイルからのジップエアのポイントのね、交換っていうのはね、即時で交換することができるっていうふうになりますんで、これもね、利用しやすくていいですよね。ぜひ、こちらね、利用される方はですね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。こちらのブラックフライデーは、2023年11月の24日、 昼の12時からね販売開始っていう風になりますんで利用されたい方はですねぜひ早めにチェックねしていただければなと思いますとはいえですねこのねジップエアのセールって全然話題にならないんで前回ね数日経ってもねこの15,000万円の、ね、ところ残ってたりしましたのでまあ、結構ね購入しやすいのではないのかななんていう風に思っておりますそれでは次にですね ANA もなんとブラックフライデーね やりますということで、ANA はですね、昨年なかったと思うんですけども、一応ね、ブラックフライでね、設定されるっていうふうになっておりまして、12月の22日の水曜日の朝10時からね、このブラックフライで始まっているんですけども、このね、ANA のブラックフライで現在やってるのはこの3つだけっていうふうになっておりまして、私がね、期待しているのは航空券のセールか、もしくはね、減額マイルキャンペーンになるわけなんですけども、まあそういうのはね、ないのかな、なんていうふうに思っていたらですね、こちらね、ブラックフライ ブラックフライデーはですね、毎月29日、ANA9 の日にね、この日だけ特別な企画をご用意していますということで、一応ね、このブラックフライデーのページにですね、ANA9 のね、11月の29日にですね、このね、特別な、えー、企画をね、用意しているっていうふうになりますんで、まあ、ブラックフライデーではないんですけども、 11月の29日のね、ANA9 年まあ、特別な企画ね、用意してるっていう風になりますんで、こちらね、ちょっと結構期待しておきたいですよね。まあ、ANA の方はですね、まあ、こういった形になっておりますので、またね、11月の29日にね、まあ、近くなりましたらですね、大まかな発表あると思いますんで、ありましたらまたね、動画作りたいな、なんていう風に思ってるわけなんですけども、まあ、ブラックフライデーとね、関連させるのであれば、かなりね、まあ、お得になるのではないのかな、なんていう風に思っておりますんで、結構ね、期待しております。 またね、この ANA モール、A スタイル、また ANA マイレージモールに関してはですね、まあ、独自でね、マイルアップキャンペーンとかもね、やっているっていう風になりますので、もしね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなぁなんていう風に思います。それではですね、羽田ニューヨークから続々就航ということで、JAL のね、国際線エアバス310ダッシュ1000がですね、 こちらね、羽田ニューヨーク路線続々就航ということで、まあこちらね、結構前に公式サイトこちらね、あるわけなんですけども、こちらね、当初11月の下旬にですね、就航するっていうね、発表が、まあ結構前にね、あったわけなんですけども、まあそれがですね、残念ながらですね、遅れるということで、年、えー、内にはですね、就航するっていうのがね、発表されていたんですよね。ですので、まあ羽田ニューヨーク路線ね、これエアバス350、まあ私はね、ファーストクラスにね、どうしても乗りたいと思って、 まあずーっとね、空席待ちを入れていたんですよね。そしたらですね、なんと、キャンセル待ちがですね、落ちてきたということで、11月の29日、11月のね、21日のね、朝9時6分にですね、キャンセル待ちのね、お座席がご用意できましたということで、来たと思ってね、ファーストクラスのね、座席が、あの、キャンセル待ちね、落ちてきたということで、あとはですね、こちらね、12月の12日のね、予約で、この、 まあ、キャンセル待ち落ちてきてね、ファーストクラスがね、確保できたわけなんですけども、まあ、これがですね、一体いつ就航するのかっていうのはね、ずっと発表されてなくてですね、まあ、12月の12日より前にですね、まあ、就航したら私はね、無事、 ま、この JAL のね、エアバス350-1000のね、ファーストクラス、えー、利用することができるっていう風になりますんで、非常にね、期待していたわけなんですけども、えー、残念ながらですね、なんと、こちら、JAL のね、公式のツイッターなんですけども、ジ、えー、JAL 国際線新型エアバス A350-1000 型機、就航日について、年内予定していると、えー、お伝えしておりましたが、年明け以降になる見通しです。楽しみに待ってください、皆さんにおかれましては、さらにお待たせすることになる申し 申し訳ございません就航日が決まり次第改めてお知らせいたしますということで、えー、残念ながらですね年内の就航はなくなってしまったって言った形でね発表されてしまったんですよねいやね非常に残念ですね このね、12月12日より前にね、就航していれば、このね、エアバス350ダッシュ1000のね、ファーストクラス、皆様にね、お見せできるところだったわけなんですけども、まあ残念ながらですね、年内の就航はなく、えっ、ー、と、報道機関の話によると、1月の9日ぐらいまではね、今のところね、就航はないというふうになりますんで、まあ1月の 上旬の後半ぐらいかな、あの、就航するのではないかっていうふうになりますんで、まあ、こちらね、予約されてた方ね、結構いらっしゃるかと思うんですけれども、2023年、年内のね、就航はなしっていうふうになりましたので、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに。 思います。まあ、非常にね、残念ですけども、またね、あの、ポチポチね、空席待ち入れて、どうにかね、ファーストがビジネスかね、乗りたいと思いますので、ぜひね、期待しといていただければなと思います。ちょっとね、あの、取れるかどうかは、ちょっとわかんないですけどね。ということで、今回ですね、ジップエアが、 ブラックフライデーセールをですね、発表いたしましたので、こちらの解説をプラスアルファということで、動画ね、話しさせていただいたわけなんですけども、ホノルルから成田路線もですね、1万5000円税別でね、販売されるのであればですね、めちゃめちゃお得なキャンペーンになると思いますので、ぜひね、こちらチェックね、してみていただければなと思います。まあ、この書き方だとね、多分大丈夫だと思うんですけども、ちょっとね、皆さんどう思うかね、あの、教えていただければなと思います。まあ、一応矢印ね、成田からホノルルしか書いてない。 入ってないんでねまあ、行きは1万5千だけど、帰りは4万とかね、あんのかなどうなんですかねまあ、こういったのはちょっとよくわかんないわけなんですけども、往復1万5千でね、利用することができれば、チャルマイル3万マイルでね、ジップやポイント交換していただければ利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常に期待ですね。 ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウント、またね、最近 YouTube ショートもですね、頻繁に出していく予定ですので、お時間ある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。